こんにちは、こんばんは、テディです。今回は BO4 ボヤージオブデスペアの盾の強化方法について紹介します。手順としてはイースターエッグで登場する空飛ぶ車を出現させて打ち上げ花火を当てるといった工程になります。盾の作成についてはですね、別の動画で紹介していますので、動画の説明欄をご覧いただければと思います。またセンティネルの新規と盾を取得していることを前提に話していきたいと思います。まず打ち上げ花火を取得していきたいと思います。トレーラーでも登場したヒューマティックチューブ、気装管と呼ばれる輸送装置に打ち上げ花火が置いてありますので、その候補地5箇所を紹介していきます。まずは1つ目、船首からブリッジに上がってください。階段を上ったら振り返って操縦室に入る手前の小窓を覗くと1つ目の候補地があります。お次にブリッジの内部に入って壁吹きの RK7 の左隣のスペースですね、こちらに2つ目の候補地があります。大階段を降りてファーストクラスラウンジに向かいましょう。ゼウス像が見えたらですね、左手の方に鏡のある空間が見えます。この奥まった箇所に3つ目があります。後部甲板にやってきました。ミステリーボックスを振り返って右手、右舷遊歩デッキへと向かいます。船内の方へ目を向けると4つ目の候補地があります。さあ最後の候補地です。三級寝台に来ました。階段を降りた先のですね、正面の空間に最後の5つ目の候補地があります。候補地のうちどれか1つ、気装管にプルプル震えてる打ち上げ花火が置いてあるので銃で撃ちましょう。成功するとヒットマークが出ます。お次に気装管の送り先がさらに3箇所候補地がありますので見てみましょう。食料庫の方から機関室の方へと向かいましょう。入ってすぐ左手ですね、こちらの白い箱が、送り先の候補地1つ目になります。大階段の方からスイートルームへと向かいましょう。ファストトラベルは右手にありますね、こちらが送り先の候補地2つ目になります。そして最後は、初期部屋の選手楼の方からですね、郵便室へと入ります。郵便室の角のこちらの部分に送り先の候補地3つ目があります。気装管を銃で撃ったらですね、送り先の方にこのような感じで打ち上げ花火が置いてありますので、アクションボタンを押して取得しましょう。お次にですね、打ち上げ花火を設置していくんですけれども、船首と船尾に2つずつこのような感じで白いパイプが置いてあります。船尾でいうと縦の後ろ側と反対側ですね。そして船首の方はダヌ像の右手とさらに反対側に1つずつあるんですけれども、4つのうち1つどこか自分の好きな場所に打ち上げ花火を設置することができます。それぞれのパイプでタイミングが異なってくると思うのですが、一番最後の候補地が空飛ぶ車に当てやすいかなと思いますので、参考にしてみてください。打ち上げ花火が設置できたら空飛ぶ車の準備をします。手順としては郵便室に置いてある4つの骨のパーツを4つの金庫にそれぞれ入れるといった感じになっています。まずは4つの骨のパーツとそれぞれの数字メモがあるんですけど、それらを見ていきたいと思います。まずは1つ目、郵便室の階段を降りて右手の机に1つ目の手の骨があります。こちらですね、机の下に数字のメモがありますので覚えてください。手は1404ですね。さて郵便室の奥側に行ってみましょう。郵便棚のですね、下段に2つ目の骨があります。これは何の骨ですかね、詳しい人教えてください。仮に腕としましょう。メモは右下の方に落ちてまして1912となっています。そして3つ目、ダヌ像ですね、降りてすぐのところに骸骨があります。こちらメモが非常に見にくいんですけれども、階段からエイムするとボックスの上に確認することができます。やや遠いので、特定の壁拭きにスコープをつけておくと見やすいかなと思います。骸骨は2340となっていました。さあ4つ目、郵便室を降りて貨物槽の中央にあります。
荷物の足元にですね、4つ目の足の骨があります。さらに右側に数字のメモが落ちていて、足は4250となっています。4つの骨と数字をメモしたら、次にスカーレットの発明品を取得します。郵便室の中央にある大きな金庫に初めからついています。この発明品をですね、縦の近接攻撃を与えると落下しますので、アクションボタンで取得しましょう。お次に金庫の候補地ですね、4箇所見ていきましょう。選手楼からブリッジに上がりまして、操縦室の方に向かいます。操縦室に入って、おそらく船長室でしょうか、こちらの方に、1つ目の金庫があります。大階段の方からですね、ファーストクラスラウンジの方に着きました。壁吹きのボーイナイフが見えます。こちらの左手に2つ目の、金庫があります。3つ目、大階段をさらに降りまして、スイートルームですね、こちらの方に3つ目の金庫があります。そして4つ目ですね、三級寝台の方へと向かいます。階段を降りて振り返りましょう。こちらの廊下をまっすぐ進んだところに最後の4つ目の金庫があります。金庫の前でですね、アクションボタンを長押しするとスカーレットの発明品を設置することができます。こんな感じで金庫を開けれますね。表示には4250という数字が書かれています。メモでは4250は足のパーツでしたので、足のパーツを取得します。そして再度金庫に戻りまして、アクションボタンを長押しすると足の骨をこのような形で挿入することができます。成功するとこのような感じでキラキラキラという音が鳴ります。再度縦の近接攻撃でスカーレットの発明品を叩くと、落下しますので、再度取得して違う金庫へと設置しましょう。表示の方はですね、2340と書かれてありました。該当するパーツは骸骨のこちらの頭ですね。このような形で、スカーレットの発明品を金庫に設置して、表示されたナンバーと該当する、骨のパーツを、この金庫の中に入れていくという手順を4箇所行います。スイートルームは1404は手のパーツですね。最後の金庫なんですけれども、該当するパーツが、1つしかありませんので、パーツを取得して、金庫の方へと向かいましょう。はい、こんな感じで4つすべて、金庫の中にパーツを入れることができました。成功するとですね、4箇所入れ終わると縦で叩いても、スカーレットの発明品が落ちませんので、これをトリガーにしてもらえればと思います。4つの金庫の過程が終わったらですね、貨物層の、ファストトラベルの左手に骸骨の運転手が乗った車が登場します。アクションボタンを長押しで、調べることができます。これで空飛ぶ車の、準備が整いました。空飛ぶ車の映像についてすごく面白いんで紹介したいところですが、今回は若干省略させていただいて、打ち上げ花火を撃つタイミングなんですけれども、これが非常に難しいんですよね。ハンドガンだと撃ち損じてしまう可能性があるので、オートライフルを用意しておいた方がいいかなと思います。そして失敗してしまった場合ですね、また機装艦の方に打ち上げ花火が設置されていますので、再度候補地を回って銃で撃ってあげて、そして送り先の方をチェックして打ち上げ花火を再度取得して設置してあげてください。めげずに何回か挑戦すると車に当たると思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。そして空飛ぶ車がですね、貨物層に戻っていますので、アクションボタンで調べてあげると再度出現します。ウェーブの終わりに、ゾンビを少なくしてから調べることをお勧めしたいと思います。これが成功例ですね。ようやく当たりました。5回ぐらい失敗しましたね。そ
そしてうまく当たるとですね、空飛ぶ車が奥の氷山の方にぶつかったような映像が、繰り広げられます。そうするとぶつかった方面からですね、氷塊が飛んできて、シールドの方に当たると強化が成功します。通常の盾でも十分強いんですけれども、強化した盾の銃を使ってブライトファーザーをやっつけてみたいと思います。はい、こんな感じですぐにやっつけることができます。かなり強いですね。強化工程かなり、面倒でロケーションも多いんですけれども、ぜひ挑戦してみてください。動画がいいなと思ったら高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。テリーでした。